シビルトを倒すことだ。シビルト？シビルトは肉体を持たない霊体だけの存在。他者の肉体に憑依し、周囲の生命体の精神を蝕む能力がある。私の一族はシビルトに精神を汚染され、狂乱状態となり、同士討ちによって滅んだ。大気を滑る星の地へ、あまねく世界を展望せよ、ライド。無限の宿命者、レヴィトラス。マンティサイスのスキル発動。山札の上5枚からモルフを手札に加える。広がれ無限のマナコよ、レヴィドラスのスキル発動。自分と相手のリアガードサークルにインフィニットアイズマーカーを一つずつ置く。マーカー根源へ至る万象の無、ライドゼロの運命者、ブラグドマイヤー。ブラグドマイヤーでアタック、スキル発動。ソウル4枚を裏でバインド、1枚ドロー。そして相手はリアガード2枚を裏でバインドする。クラレンスとフォクシル。さらにブラグドマイヤーのパワープラス1万、アルケミストのスキル、ベドロークをスタンド。消えろ。完全ガード。ファーストチェック、セカンドチェック、フロントトリガー、前列のパワープラス1万、ベドロークでアタック。ノーガード、ハッカーのブースト、ベドロークでアタック。させないよ、レヴィドラスのスキル発動。インフィニットアイズ上のユニットパワーマイナス1万、その後マーカーを除外し1枚取ろう。インフィニットアイズを1つずつ置く。インフィニットアイズをさらに1つずつ置き、レヴィドラスのパワープラス1万、クリティカルプラス1。スインドライブ、ファーストチェック、ノートリガー。セカンドチェック、クリティカルトリガー。レヴィドラスのクリティカルプラス1。俺のターン。我が信念、理想の航路を選び取る明かりの宿命者、アルグリーブラン、ライド。ラケーテンベルフのオーバーチャージスキル、アルグリーブラのスキルで選ばれたターン中、パワープラス1万。我が決算、未踏の彼方を切り開く、シルベの運命者、ベルストラ・ブリッツ・アームズにライド。相手に1ダメージを与える。受けろ、ゴーメステル一撃、宿命転換、ブリッツキャノン。スキルによりオリアンテを稼働。見ろ、空の彼方、我が社を導くシルベの星よ。リアガードを退却させ、ヴァンガードのパワーマイナス1万、そして1ダメージを与える。やれオイリアンテ、運命転換法
発動！一斉放射！このカードは混沌の舞台にて地獄よ踊れライド近畿の運命者ドルガネイダール祝宴咲きのスキルドロップの悪しき夢を手札に加える神明の海峡のスキルフィランダと方向の極竜を退却させドロップのよるべなき魂を手札に加えるゾルガのスキルドロップからフィランダン2枚をコールパワープラス5000よるべなき魂と変毒の悪劇を魔合成ゾルガのドライブプラス1さらにアタック時スキルを与える掲げよ愛しき者を守る剣守護の宿命者オールデンにライドさて、どのオーダーを魔合成しようかしら？ジェルメントが2枚ね。オールデンがいるとき、インターセプトでシールドプラス2万されるカードだ。よく知ってるじゃないか。ぜひとも退却させたいけど、守護の力で退却させられないか。仲間を守り、そして守られる。それがオールデン率いる守護のデッキだよ。そういうことならさ、単純なパワーで押し切るのもありでしょう。カバネの印とこんだけの勝機を魔合成ドロップから神明の海峡をコールさらにドロップから登場したリアガードのパワーをプラス5000前列のユニットのパワーをプラス5000するスキルをゾルガに与える降臨のカイマとフィランダをスタンドもう一回遊んでちょうだいよオールデンでアタックノーガードマサノリ俺は兄さんの意志を継いで未来に進むぞダメージチェックノートリガー輝け先天する反射の万華鏡バンカの運命者クリス・レインにライド目指すは究極の唯一無二至高の宿命者リシアペールにライド至高の存在頂点で輝き続けるもう一度リシアペールでバンガードにアタックトリガーが出たら防げないだったらここは振り絞れ勇気ノーガードドライブチェックドロートリガーエルベリーナのパワープラス1万ノーガードクリス・レインでバンガードにアタック完全カード超えろ超えろ超えろすべての頂を蹂躙しろライド龍河の宿命者インバルディア白き一戦黒き残響天下無敵の二刀流いざ抜刀ライド無双の運命者バルガ・ドラグレス実力使いたいインバルディオでバルガ・ドラグレスに
アタック。完全ガード。オーダーゾーンにセット。ターンエンド。スキル発動。手札1枚をリグレスゲージとして置き、2枚ドロー。リグレスゲージ。時の宿命者が罪を断つそのための力。断罪の翼、過去よりここに。時の宿命者リエル・オディウムに。やるぞ。ステルスのブースト、レザエルでアタック。スキルによりドロップからニルベリスとギガンテックをコール。ノーガード。ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー。ニルベリスのパワープラス1番、レザエルのクリティカルプラス1。サードチェック、フロントトリガー。前列のパワープラス1番。俺は自分を犠牲になんてしてない。ただ手を伸ばし続けていただけだ。わずかな光でも手を伸ばした者にのみ奇跡は舞い降りる。奇跡再臨。6点目のダメージでトリガーが出た時、ダメージを1つ回復する。奇跡のディバインスキル。過ぎ去りし時を再び、私のターン。スタンド&ドロー。リエルオディウムでヴァンガードにアタック。スキルでトリプルドライブを得る。私はお兄ちゃんを倒して願いを叶える。必ず。ファーストチェック、セカンドチェック、ドロートリガー。リエルオディウムのパワープラス1万。のトリガー。決意の翼、未来よりここに。時の運命者リーエル・アモルタにライド。この子は私を肯定してくれた。だから私たちは共に戦う。過去の過ちを清算するために。断罪の翼、過去よりここに。時の宿命者リーエル・オディウムにライド。
トル終了時、ドロップの同盟カード DL アモルタにライド、ドライブマイナス1。頭冷やして反省しろ。ここで終われるか。ガード、ドライブチェック、フロントトリガー、ゼネットパワープラス1万。セカンドチェック、ヒールトリガー、アナクロノスのパワープラス1万。くらえ！クリティカルは出なかったね。 DL アモルタで DL オディウムにアタック。このままあなたを過去になんか逃げさせない。私が未来に連れていく。私の願いは、ファーストチェック、セカンドチェック、ゲット、クリティカルトリガートリガー、願いが叶う時だ。宿命の戦いを経て高められたデザインフォースがここに集結した。やっと手に入れたぞ！の、ようやく！ああ、素晴らしい！実に頑張ったよ、お前たち。だが、最後に運命は私の味方をしたようだ。念願の力を得て私は自由となった。生命に害をなす存在として奇跡の運命者の力によって消滅した。だがシビルトはこの世界にもう一体存在していた。3年後の未来、明道明菜が願いを叶えられなかった世界の明道光の中に。嘘だろ。そんなことって。正解だよ。私は明道光の中にずっと存在していた。しかし見事だ。まさかこの世界の生き物が私の術式に対抗する術を用意するとは。集まったデザインフォースは私の元に送られるはずだった。だがお前たちのせいで術式を失い、本来ならそれで終わっていたはずだが、明道の光の発作だとでも思ったのか。あの瞬間誰も我が憑依体を止められなかった。くっ、だがなぜ貴様はこれまで明道光の意識を奪うことをせず、こんな回りくどい方法を。そうするしかなかったからだ。そうするしかなかった。ああそうとも、お前のせいでです。稲部奈央、え、お前が奪った私の力、今こそ返してもらうぞ。その体ごと。の、先輩。のか。私の力、なんだそれは。これが
これこそが我が力を集めしカード。クレイからこの世界へ渡った際に使った私の分身とも言えるカードだ。なんだと？二つの世界を渡ることは容易ではない。だが魂の状態で多くの時を生きてきた私はその扱いを熟知していた。私は自身の魂と力を切り離し、力をカードの形として地球に転移させる術式を編み出した。カードこそがクレイと地球をつなぐのに最適なあり方だからだ。そして私の魂は私の一部であるカードに引き寄せられる形でこの世界へと渡った。変なとこ。ここん？ここだよ。カード？カードにして我が半身。何これ？よくぞ私の声に答えてくれた。この体、いただくぞ。彼らのデザインフォースが一つとなった。そのカードの名は、運命よ。何か方法はないのか？何でもいい。僕たちの願いを叶えられるなら何でも。カード。明道明菜の時と同じ。宿命王。大気を滑る星の知恵、あまねく世界を展望せよ。ダイド無限の宿命者レビトラス。スキルでバルビレーターを手札に加える。広がれ無限のマナコよ。レビトラスのスキル発動。インフィニットアイズマーカーを一つずつ置く。無双の力存分に使ってやる。ライド。無双の運命者バルガドラグレス。ドロー。宿命の思い束ねし王よ、永遠の輝きで世界を照らせ。
ペルソナライド。無限の宿命をレビドラスエンピレオン。来たか宿命を。無限のマナコイ拡散せよ。エンピレオのスキル発動。手札のレビドラスをソウルに置くことでインフィニットアイズを3つ置く。そしてエンピレオはソウルのレビドラス1枚につきパワープラス5000され、そのディバインスキルを得る。無限確定ディバインスキル発動。インフィニットアイズを1つずつ置き、エンピレオのパワープラス1万、クリティカルプラス1。レビドラスエンピリオでアタック。完全ガード。見せてやろう我が力を。その身に宿し魔人に落ちた無双の姿を。あ、この世のすべてを怪人と化し、己が最強を示すがいい。ジャリュー解放。無双の魔人竜バルガドラグレスラセツ。バルガドラグレスラセツでアタック。スキル発動。前列のリアガード全てを退却し、自身のパワープラス1万。バトル終了時、ラセツのさらなるスキル。後列のリアガード全てを退却し、ラセツはドライブマイナス2してスタンドする。このターン、ラセツが自身のスキルでスタンドしているなら、ラセツは再びスタンドし、ドライブプラス2。終わりだ宿命王。バルガドラグレスラセツでアタック。いいだろう、ツインドライブ。ファーストチェック。セカンドチェック。クリティカルトリガー。ラセツのパワープラス1万。お前の言う可能性ごと燃え尽きろ。ダメージチェック。バルガドラグレスでアタック。スキル発動。前列のリアガード全てを退却し、パワープラス1万。救世の翼天よりここに。奇跡の運命者レザエルにライド。私のターン。この世のすべてを怪人と化し、己が最強を示すがいい。ジャリュー解放。無双の魔人竜バルガドラグレスラセツ。バルガドラグレスラセツでアタック。スキル発動。前列のリアガード全てを退却し、自身のパワープラス1万。バトル終了時、ラセツのさらなるスキル。後列のリアガード全てを退却し、ラセツをスタンドする。来た。ラセツはスタンドし、ドライブプラス2。3度目の飛翔。バルガドラグレスラセツでアタック。ノーガードツインドライブ。ファーストチェック、セカンドチェック、オーバートリガードラグベーダーラセツのパワープラス1億。さらにスタンド。レザエルにアタック。ノーガード。ファーストチェック、ドロートリガー。セカンドチェック、クリティカルトリガー。ラセツのクリティカルプラス1。
ボロボロになる。ゲット、クリティカルトリガーレザエルのディバインスキル奇跡再臨。6点目のダメージでトリガーが出たとき、ダメージを1つ回復する。運命の願い束ねし王よ、白き翼で命を導け。ペルソナライド、奇跡の運命を。さすがは運命王といったところか。その一撃は通さない。お前を初めて見た時、不思議な気持ちになった。なんかすごく安心したんだ。一緒にファイトしてると何でもできる気がした。今こんなに追い詰められていても、お前となら奇跡が起きるって気しかしないんだ。最後まで一緒に手を伸ばしてくれるか、レザエル。ドロー一緒に戦おう、ガブエリウス。うん、ここで決着をつけよう。シビルト、好都合だ。貴様も切り伏せ、私が完全勝利するまで。ファーストチェック、セカンドチェック、のトリガー。所詮お前の奇跡などこの程度。まだだ。ガブエリウスでヴァンガードにアタック。わずかな光でも手を伸ばした者にのみ奇跡は舞い降りる。ドライブチェック、ゲット、クリティカルトリガー。ガブエリウスのクリティカルプラス1。バカだ。我が父、母、本、そして師匠、お前に焼かれたアマトの命のために今ここで終わらせる。その身で受けるがいい。我が生涯をかけた運命のきらめきを。ダメージチェック、1点目、2点目。なお先輩を返せ。癒しの力。ナオ先輩、あとは任せろ。術式起動。繋がった。ゴブエリウス、
シビルト、終わりにしよう。まだ終われぬ。生き物は自分本位に欲望のままに生きるべきだ。確かに生きとし生けるものには欲望がある。だがそれと同じくらい誰かを思いやることができるのだ。生き物の一面だけを正しいと決めつけたことがお前の過ちだ。狂気に染まり魂だけの姿になってもなお悲劇を繰り返した。お前は許されないことをしたのだ。孤独となった狂心竜よ。明道光。あ、ガブエリウス。君が今まで消えなかったのはシビルトと同化していたからだ。奴は断りを超えた力を持つ者。君を消そうとする世界の断りすら跳ねのけてしまう強固な存在だった。そう。ならば同じ状況を作り出せばいい。え？私もまた断りを超えし者。まさか。私を君の中に封じ込め一つとなる。そうすれば君はこの世界で存在し続けることができるだろう。でもそれじゃああんたは。構わない。シビルトを倒すためとはいえ私は多くの人間を巻き込んでしまった。そのせいで君の人生も大きく変えてしまった。本当にすまない。これは私にできる唯一の贖罪なのだ。でも私はずっとシビルトを倒すためだけに生きてきた。我が使命は果たされた。だが君は違うだろう。君はどうしたい？消えたくない。もっともっと生きたい。私もそう願う。